大好きなんですよね。自分の名前をつけた牛も飼ってるぐらい。萌子2号といって、鹿児島にいます。福田萌子です。インスタグラムシークレットにチャレンジします。これすごいお気に入りの写真なんですよ。ダニカラバンっていうイスラエルの建築家がいまして、一番最初に見た時はね、北海道だったんですよ。野外美術館でダニカラバンの作品に出会って、うわ、このアートをもっと感じたいと思って、彼の作品集を買って、あ、室生の方にこういう美術館があるんだと思って念願で行けた時だったんですよね。彼はそこの土地と自然と調和されて、やっと一つの作品になるっていう考え方なんですよね。で、まさに私も日々ランニングしたりとかするんですけど、土地が違えば走り方も変わるし、感じることも違うし、そういうところで何か精通する思いというか、すごく惹かれるものがあって、その土地と自然に調和したものを作るっていうダニカラバンの思考はすごく好きです。あら、お肉大好きなんです。自分の名前をつけた牛も飼ってるぐらい。萌子2号といって、鹿児島にいます。生命というか命をいただいているっていうことに感謝をして、ちゃんと理解して食べるっていうことが大事だなと私は思ってるんですよね。だからいただくものは全て最後まで残さず食べるし、できるだけ美味しくいただくっていうことが共存の一つかなと思っています。サイクリングですね。山で自転車を乗るっていうことが自分にとってはすごく何よりも変えられない大切な時間。自転車だと走れない距離を走って回ることができる。ランニングでは見て回れない距離を走って見て回ることができるし、スピードも出るし、でも車じゃないから自分の肌で周りの景色とか空気とか音とか全てを感じ取れるし、素晴らしいアイテム。はい、ワイン大好きなんですよ。割と一人で住んでてもワインセラーは大事で、30本ぐらいは入るワインセラーがあるんですよ。友達が来た時に、え、お家にワインセラーがあるって驚いたことに驚いて、あ、そうか、一人暮らしだとないか、でも実家にはあるでしょって言ったら、いやいやいや、実家もないって言われて、じゃあワインはどうやって保存するのっていう。うちはワインセラーが各お家にちゃんとありまして、だから実家にはあるものだと思ってて、ワインセラーは必須家電製品ではないっていうことをそこで知りました。知識を得て口にすると深みが違ってくるから、ワインもちゃんと歴史と思いを知るとより一層味に深みが出て深く美味しいと思うことができるというふうに思っていて、自粛期間中によし、この機会にワインの勉強をしようと思って本格的にお勉強を始めました。あ、これは去年の自粛の時にお琴を一生懸命練習してたので、自分でアレンジを考えたんですよ。今までお琴で古典的な曲しか弾くことがなかったから、現代曲ってすっごい難しかったんですけど、すごい楽しかった。琴はまだ全然です。5年6年ぐらいか、母がお琴習ってて昔で、お家に近いところにお琴教室を見つけたの で先生のところにで、ここに通わせてくださいと、で、習い始めました。コーヒーキャッチアップ。最近はコーヒースタンドがたくさんできていて、本当にコーヒーが美味しいんですよ。惰性で出してるわけじゃなく、ちゃんとハンドドリップしたり焙煎にもこだわってたりするので、その一杯のコーヒーを求めて例えば桜新町まで走ったり、でそこで美味しいコーヒーを一杯飲んで、お友達とタイミングが合えばそこでちょっとお話ししながらコーヒーを飲んで、でまたお互いじゃあねーって言って走ってお家に帰るっていう休日というか、まあお仕事ある日でも朝しますね。
今日も走りました。ゴルフも大好きなんですよ。共通してるのがやっぱり自然の中で体を動かすことが好きなんだと思う。ゴルフ場も緑たくさんだし、ミミズもいるし、バッタもいるし、お花たくさん咲いてるし、楽しいじゃないですか。だから打った後そのまま走って、フェアウェイを走って次の球のところまで行くっていうのが大好き でそこはね本当に土が良くて、こうザクザクしてるのが楽しくて、ティーショット打った後にずっとザクザクしててここのゴルフ場の土はいい、土が違うねとか言って遊んでました。あー、これなんかプランとストラテジーについて書いた話だったかな。プランとストラテジーってすごく大事だけど、そこばっかりに重きを置いて今を楽しまないと、じゃあそのプランとストラテジーがなくなった時にどうしたらいいのってなってしまう。だって去年がまさにそうだったと思うんですよ。もちろん先の予定を立てることはすごく大事、でも私たちが生きているのは今だから、この一瞬一瞬を大切に無駄にせずに目の前のことに向き合って気持ちを入れて誠実にやっていかなきゃいけないなっていうことを常に思っています。多分私の性格でないものに目を向けるのではなくて、あるものを大切にするタイプだと思うんです。っていうのも多分私が交通事故をして3ヶ月ぐらい歩けなかった時があるので、今3ヶ月4ヶ月休んだらまた運動できるようになるし、あと上半身は使えるから、じゃあ正座はできないけど椅子に座りながらおことの練習しようとか、できることできることって今この状態で自分にできることは何だろうっていうふうに目を向けて日々いたので、今自分にできることのベストを尽くしています。ありがとうございました。いや楽しかったです。と言っても私あんまりシークレットはないので何でも聞いてください。全部オープンですまたねー。